殺し山本五郎双子六兵衛は臆病者と言われていたこれこれだからという事実はない誰一人として彼が臆病者だったという事実を知っているものはないがいつとはなしにそれが家中一般の定評となり彼自身までが 自分は臆病者だと信じ込むようになった。少年の頃から喧嘩や口論をした試しがないし、危険な遊びをしたことがない。犬が嫌いで、少し大きな犬がいると、道を避けて通る。乗馬はできるのに馬が怖く、二十六歳になる今でも、夜の暗がりが恐ろしい。ネズミを見ると飛び上がり、 蛇を見ると青くなって足がすくむこれらの一つ一つを挙げていっても臆病者という概念の証明にはならないそれは感受性の問題であり多かれ少なかれ大抵のものが身に覚えのあることだからだこの話の出典は「返字録」という古記録の結本で越前家という文字がしばしば見えるし 員様、五百年記とか「歎元公昭安公御両の地なり」などという記事もあるから調べようと思えば藩の名を探すのは困難ではないだろう。当時の越前には福井の松平鯖江に真鍋勝山に小笠原敦賀に酒井大野に土井のご藩があった。 けれども越前家と一口に呼べるのはまず福井の松平氏だと思うしたとえそうでないにしても話の内容にはさして関係がないからここでは福井藩ということにしておきたい。返事録によると双子家は永代お堀支配という役で家録は180石35人ぶちだとある。 城の内堀外堀の水量を監視したり泥をさらったり石垣の崩れを修理したりするものらしい後にこれらは不審奉行の管轄に移されたが双子家の永代お堀支配という役はそのまま据え置きになった要するに何十年か前双子家は名目だけの堀支配で 実際にには無役なっってしまったのだそして誰も気がつかなかったのかそれとも「永体という文字に意味があったのか六兵衛の代になっても役目だけで実務なしという状態が続いていたこの出来事が起こった時彼は26歳妹の金は21歳であった父母はすでに亡くなり わずかな男女の雇い人がいるだけで、兄弟はひっそりと暮らしていた。六兵衛も独身、妹の金も未婚。親族や治癒もあったのだろうが、兄にも妹にも、縁談を持ち込むような人はいなかった。筆者である私には、このままの兄弟を眺めている方が好ましい。当時としては、婚期を逸した兄弟が、 世間から忘れられたまま安らかにつつましく生活しているという姿には言いようもない人間的な深い味わいが感じられるからである。だが話は進めなければならない。お兄様どうにかならないのでしょうかと金は言った私もつくづく嫌になりましたわ。 妹が何を言おうとしているか六兵衛はよく知っていた。それは周期的にやってくる女の不平であり女の愚痴であった。今日はね、と彼は話をそらそうとした。わけべさんの門の前で喧嘩があって。お兄様。彼は兄の言葉を容赦もなく遮った。 あなたは私の申し上げたことが聞こえなかったんですかいや聞いてはいたんだがね喧嘩のことが頭にあったものだから私も21ですのよほう彼は目を見張ってみせた21だってそれは本当お金、ね、私も21ですついこの間まで人形と遊んでいたようだがね お友達は皆さんお嫁に行って、中には三人のお子たちのいる方さえあります。それを私だけがまだこうして白羽のままでいるなんて、恥ずかしくって生きていられませんわ。食べないかね。と彼は言った。このお菓子はうまいよ。このお菓子はうまいよ。金は意地悪く、兄の口真似をした。お兄様には、 そんな「ことししかおっしゃれないんですかこのへんで泣きだすんだこれが何よりも苦手だ」と六兵衛は思ったけれどもかねは泣かなかった顔をこわばらせすごいような目で兄の顔をにらみながらふるふると唇をふるわせた「お兄様にも嫁に来てがなくて」 私にも一度として縁談がございません。と、かねは言った。なぜだかご存じですかそう言うがね、世間にはそういうことが。なぜだかご存じですかろくべいは黙り、もしも女というものがみんな妹のようだとしたら、俺は一生独身でいる方がいいな、と。 心の中でつぶやいた「みんなお兄様のためです」と彼はきっぱりと言った「あなたがお首をものと言われているためなんです」「侍でいてお首をものと言われるようなもののところへは嫁もくれはしないでしょうし嫁にもらえてもないのは当然です」「そう思いになりませんか?」先月も同じ。 先々月もその前も、定期的に何年も前から、同じことを言われているように感じ。けれど六兵衛は、そんな毛振りも見せず、よく反省してみるように、死災らしく何かを見つめ、首をかしげた。そうだね。と彼は用心深く言った。そう言われてみれば。 言わわななければからなかか。らっったとおっしゃるんですかいやそんなことはないそんなことはないさ自分だってうすうすは勘づいていたんだうすうす勘づいていたんですってとカネは膝の上の拳を震わせながら言ったそれなら何かなすったらいかがですか何かをそうよ臆病者などというお目をすすぐために もう何かなすってもいい頃ではありませんかそう思いになったことはないんですか自分でも時々そう思うんだが。六兵衛はため息をつきながら言った。何しろその、道に落ちている財布を拾う、というようなわけにはいかない問題だからね。お拾いなさいな、と金は言った。 道にはよく財布が落ちているものですわ確かに彼は道に落ちていた財布を拾ったしかも大変な財布をここで返事録の記事を23引用しなければならない遠京2年10月5日江戸お立ち同18日ご騎乗 三年、牛の八月、将軍、家重公、五条楽、同年、吉江、日和国山、うさぎ狩りおいで、うさぎ狩りの時、総論あり、お抱かかえ武芸者、二刀、光賢、名は、五郎太夫、小国、日立、木、おそば小将、加納平米を切って退散、加納は即死、ご帰城と共に、うってのこと、を仰せいださる。 二光賢は剣術と半荘の名人で新規に三百石で召し出され渦中の者に稽古をつけていた六尺一寸というたくましい体育に目も口も鼻も大きかったらしい特に鼻が目立っていたのだろうか若侍たちは陰で「鼻」というあだ名で呼んでいた狩場でどんな総論があったのかはわからない 後見はちょっと酒癖が悪く、暇さえあれば酒を飲むし酔えば決まって乱暴をする剣術と搬送の腕は紛れもなく第一級であり稽古のつけ方も厳しくはあるが本筋だった彼は3年前江戸で犯行に見いだされ二百石十人ちで国元へ来たが31歳でまだ独身だったし 女に手を出すようなことはなかった「俺の女房は酒だ」高賢は常にそう言っていたしよそ者には心を許さない土地の習わしで縁談を持ち出す者もいなかったお抱え武芸者として尊敬はされるが人間同士の愛情やいたわりには触れることができないそれが反抗に見いだされたという 誇りと勝ち合って、次第に酒癖が悪くなったようであった。狩場で切られた加納平米は、おそばさらずと言われた故障で、親兄弟は江戸屋敷にいた。犯行は激怒され、すぐにお手をかけろと命じた。これは加納の家族とは関係がない。孔賢は俺に刃を向けたのだ。上位打ちだ。 と名目をはっきり決められた。高賢は狩場から一度帰宅したがすぐに旅支度をして出て行った。そして出て行く時彼は門弟の一人に向かって「これから北国街道を通って江戸へ行く。逃げも隠れもしないから追っ手をかけるならかけるがよい」と言い残した。そこで 誰を売ってにやるかという詮議になったが、相手が相手なのでみんな迷った。彼なら確かだというものも見当たらないし、私がと名乗って出るものもない。だからといって、一人の相手に人数を組んで向かうのは越前家の面目に関わる。どうすればいいかと果てしのない評議をしているところへ、 双子六兵衛が名乗って出た人々は長老されでもしたようにそっぽを向いて相手にしなかった六兵衛はおびえたような顔で唇にも血の気がなく体は見えるほど震えていたよほどの決心で名乗り出たのだろうが名乗り出たという事実だけでもう恐怖に取りつかれている様子だった 用した方がいい。と一人が言った。帰り口にでもなったら恥の上塗りだ。だが、他の者は同意を示さなかった。六兵衛が臆病者だという表は、家中に隠れもないことだし、二刀孔賢の耳にも入っているかもしれない。その臆病者が、うってに来たと知ったら、果たして孔賢はどう思い どういうい行動に出るか、そう考えた一人が急に膝を打ちそこにいる人々を目で招いた「カネいるか六兵衛は帰宅するなり叫んだ」「来てくれ旅支度だ」「兄の居間へ入ってきた妹のカネは」 大きな,なりをして帰る早々飯の支度だなんて何事ですか?」と言った「飯ではない旅支度だ」「いよいよそうか」とでも言い,いたげにカネは冷たい目で兄を見た世間の嘲笑に耐えかねていよいよ退国する気になったのかと思ったようであるそう急がなくともいいでしょうとカネは言った。 片付けなければならない荷物だってあるし、それに、荷物なんぞいらない。六兵衛は妹の言葉を遮って言った。肌着と下帯が二三あればいいんだ。急いでくれ。落ち着かない手つきで袴を脱ぎ、帯を解いている兄を見ながら、彼は心配そうに、何かあったのかと聞いた。あったとも。 と六兵衛が言った。長い間のお命を進ぐ時が来た。五条夷のうってを押せつけられたんだ。これを見ろ。と言って脇に置いてあった宝所の包みを取って渡した。その表には、上位討ちの首位とあり、中には二刀貢献の罪状とうって焼く 双子を六兵衛に便宜を与えてくれるように」ということが藩公の名でしたためてあった藩公の名には「牧院」と「花王」が記されているし宛名のところには「道治諸藩御老食中」と書いてあった金は顔色を変えた「二刀と,うとうは」と金は兄に問いかけたあの「 お抱え武芸者の二刀五郎太夫という人のことですかそうだ。それに書いてある通り。と六兵衛は裸になりながら答えた。あの二刀貢献だ。着物を出してくれ。とんでもない金は震え出した。やめてください、そんな馬鹿なこと。あの人は剣術と槍の名人だというではありませんか 六兵衛はそう聞くなり両手で耳を塞ぎ悲鳴を上げるような声で「着物を出してくれ旅た宅を急いでくれ!」と叫び風呂屋の方へ走り去った。かねはその後追ってゆき「やめてください」と哀願した。相手は名人といわれる文芸者。あなたは剣術の稽古もろくにしたことがない。 帰り討ちになるのはしれきっているし、そうなれば双子の仮名も耐えてしまうだろう。私がいつも不平や泣き言を言うので、あなたはついそんな気持ちになったのだろうが、あなたに死なれるより、まだお首をものと言われる方がいい。すぐにお城へ戻って辞退してください。これからは私も決して泣き言や愚痴はこぼさない。 どうかぜひとも辞退しに行ってください。かねは涙をこぼしながらそうくどいた。風呂屋で水を浴びながら、六兵衛は、ダメだ、と言った。これは私のためだ、と彼は言った。お前の泣き言でやけになったのではない。私も一生に一度ぐらいは。 役に立つ人間だということを証明してみせたいんだ。お兄様は殺されてしまいます。そうかもしれない。だがうまくいくかもしれない。六兵衛は体を拭きながら言った。道場での試合なら別だが、こういう勝負にはうん、ふがある。二刀貢健は名人と言われ、自分の腕前を信じているが。 私は臆病者だと自分で認めている。この違いは大きいんだぞ、金。私はこの違いにかけて、売っての役を願い出たんだ。お兄様、殺されます。と言って金は泣き出した。お兄様はきっと、帰り討ちになってしまいますわ。たとえそうなったとしても、六兵衛は、 震え声で言った。「この役は御条位という名目だから断絶するようなことはない私はないと思うお前に婿を取っても亀へは立ててもらえるだろう必ず亀へは立つと私は信じてる私が悪いんです」。はむせび泣きながら言った みんな私が悪かったからです。お兄様、管理してください。さあ、早く。と、六兵衛が言った。旅自宅を揃えてくれ。泣くのは後のことだ。返事録によると、双子六兵衛は後見の後を追って、三日目に追いついたという。ところは待つと、 町の手前の縄手道にかかったとき、六兵衛は高賢の姿を見つけた。背丈が高く、肩の張った骨太のたくましい体つきは、後ろから一目見ただけで、それとわかった。六兵衛は我知らず、逃げ腰になり、口を開いてあえいだ。口を開かなければ、喉が詰まって、呼吸ができなくなりそうだったからである。 心臓は太鼓のランダのように高鳴り膝から下の力が抜けて立っているのが精いっぱいという感じだった「待て落ち着くんだ」と六兵衛は自分にささやきかけた「まず落ち着くのが肝心だ向こうはまだ気づかない今のところはそれだけがこっちの勝ち身だからな」 彼はしのええを抑えようと幾度も唾をのみ込もうとした。ふるえはおさまらないし口はカラカラで一滴の唾も出てこなかった。光犬はゆっくりと遠ざかってゆく大きな編み傘をかぶっているがその傘が少しも揺れないし歩調は静かでその一歩一歩が尺ではかったように等間隔を保っていい。 乾ききっている道だのに、足元から埃りの立つ様子もなかった。武芸者も、あのくらいになると、と六兵衛はつぶやいた。歩き方まで違うんだな。彼は、感じいったように首を振り、そろそろ歩き出した。孔賢は松塔で宿を取った。六兵衛はそれを見定めてから、同じ宿に泊まり、 あくる朝光賢が出かけるのを待って後からその宿を立った光賢と同宿しているということで六兵衛はおちおち眠ることができなかったどうすれば撃てるかといろいろと思案したけれどもこれといううまい手段が思い浮かばずともすると「光神様」という言葉に引っかかった何が光神様だ と彼は光茎の後をつけてゆきながら首をひねった「こんなところへ何のために光神様が出てくるんだ」2頭光茎は金沢へは寄らず北国街道をまっすぐに歩いて行った金沢城下は騒がしく何やら物々しい警戒気分が感じられた往来の者の話を聞くと 将軍家重が上落するとのことで怪しい人間の出入りを監視しているということであった。将軍家の上落なら東海道であろう。こんなに遠い加賀の国で往来のものを警戒するなどとは馬鹿げたことだ。そう言って嘲笑う者もいた。孔賢が金沢城下を避けたのは そんな騒ぎに巻き込まれたくなかったからであろう。将軍上洛のことは、返事録に、遠鏡三年、牛の八月と記してあるから、この時は七月から八月へかけての出来事と見ることができる。すなわち、新暦にすると、聖火の甲で、北国時でも暑さの厳しい時期だったに違いない。 乾い誇り立つ道を歩き続けながら双子六兵衛は次第にうんざりしてきた自分のしていることが馬鹿らしくなり上位打ちという名目の空ら,らしさそんなことで日頃の汚名をすすごうと思った自分の愚かさなどについて反省し高賢が狩り場で加能を切ったのは高賢の個人的な理由があったのだろうし この俺には関係のないことだ。そんなことを考えながら汗をふきふき歩いていると突然後ろから呼びかけられた。おい、ちょっと待て。とその声は言った。貴様福井から来たうってじゃないのか。六兵衛はぞっとそうけ立ちながら飛び上がった。飛び上がって振り返ると。 二頭黄賢が後ろに立っていた。その顔には見覚えがある。と黄賢は編み傘の一端をあげ、冷ややかな刺すような目でじっと六兵衛をにらんだ。うん。確かに覚えのある顔だ。貴様売ってだろう。俺のこの首が欲しいのだろう。六兵衛は逆上した。 全身の血が頭へ登って、ほとんど失神しそうになった。人殺し六兵衛は我知らず、金切り声で悲鳴を上げた。誰か来てください人殺しです人殺しそして夢中で走り出し、走りながら同じことを叫び続けた。どのくらい走ったろうか。 息が苦しくなり足もフラフラと力が抜けてきたのでもう大丈夫だろうと振り返ってみた白く乾いた道がまっすぐに伸びていい右手に青く海か湖の水面が見えた道の左右は稲田であまり広くない街道の両側には松並木が続きよく見ると 道の上には往来する旅人や馬を引いた百姓などがみんな立ち止まってびっくりしたようにこっちを見ていた。十丁ほど先で道が曲がっているのでおそらくまだそっちにいるのだろう。二刀高賢の姿は見当たらなかった。逃げるんだと彼は自分に言い聞かせた。 今のうちに逃げるんだ、早く。六兵衛は激しくあえぎながら急ぎ足に歩いて行きやがて右手に松林のある丘を見つけると慌ててその丘へ上り松林の中へ入っていった六兵衛は傘を脱ぎ魚農を取って投げると林の下草の上へぶったおれた「危なかった」と彼は 荒い息をつきながらつぶやいた。もう少しで切られるところだった。あいつが後ろにいようとは思わなかったからな。いつ追い越してしまったんだろう。六兵衛は目を細めた。仰向けになった彼の目に差し交わした松林の小と小の高い彼方に白い雲の浮いた青空が見えた。俺は とんまなやつだな、とろくべは思った。臆病な上に間が抜けている。追いかけている人間を追い越したのも知らず、逆に後ろから相手に呼び止められた。へ <laughs> いいざまだ。そんなふうに自分を罵倒していると、ふいに、皇人さまのことを思い出した。そうか。と彼は、 眉をしかめた「子供の時の話だったか」「幼い頃母から戒められたことがある」「窓から外へゆ茶を捨てるものではない」「家の周囲にはいつも公人様が見回っているから捨てたゆ茶が公人様にかかるかもしれないしそんなことになると罰が当たる」というのであった。 孔人様といえば、とにかく神であろう。神なら何事も見通しなはずであるのに、窓から捨てられる湯や茶が避けられず、引っ掛けられてから怒って罰を与える。というのは、だらしのない話である。孔人様が本当にだらしのない神であるかどうかはわからないが、神でさえ、不意に投げ捨てられた湯茶を、 避けられないとすれば、人間である貢献はなおさら避けることができないだろう。六兵衛の頭の中で、無意識にそのことがチラチラしていたのであった。そうか、そんなことだったのか、バカバカしい。と彼は、高い空を見上げたままでつぶやき、大きなため息をついた。 そうだとすれば、追いかけている相手に後ろから呼び止められるなんて、俺こそ皇人様みたいなもんじゃないか。ふざけた話だ。ふざけたような話だ。とつぶやきながら、六兵衛は自分の惨めさに涙ぐんだ。これからどうしよう。福井へは帰れないし、住職から与えられた路銀には、 限りがあるどこか知らない土地へ行って人足にでもなってやろうかそんな風に思いやぐねていると国なまりの強い言葉で人の話し合うのが聞こえた「人殺しだって本当か?」と一人の声が言った「それで誰か殺されたのかうまく逃げた」と他の声が言った。 お侍だったがうまく逃げた。逃げた方が勝ちよ。相手はおめえ、鬼のようなすごい浪人者で、十人や二十人は殺したような綱構えをしてた。嘘じゃねえ。往来の塩もみんな震え上がって、天然バラバラ逃げ出したもんだ。ふん。と、はじめの声が言った。ほら、これから、五条家まで行くつもりだが、その浪人者はまだいるだかい。今俺は、 笠松の土橋辺りかな」と片方の声が言った「五条下へ行くのは一本道だ危ねえからよした方がいいぞ」「そういうことなら急ぐようでもないから今日はここから帰ることにしよう」と初めの男の声がいいその二人の話し声は遠のいていった「街道で行き合った百姓たちであろう」 あたりが静かだからここまで聞こえてきたのだろうが、十人や二十人は殺したようなつらがまえという言葉はロクベの耳に突き刺さり、改めてぞっと身震いに襲われた。だが待てよ。しばらくして彼はそうつぶやき、高い空の一点に目を凝らした。だが待て、ちょっと待て。 何かありそうだぞ。よく考えてみよう。彼の顔は仮面のようにこわばり、呼吸が静かに深くなった。彼は皇人様を押しのけた。隙を狙うという策は駄目だ。現にそれは失敗し、情けないほど惨めなざまをさらしてしまった。とすれば、この失敗を逆に利用したらどうか。 人殺しという叫びを聞いて土地の者が恐れまどった。今街道で話していた百姓も城下まで用があってきたのにそういう浪人者がいると聞き用事を捨てて引き返した。話を聞いただけで引き返した。聞いただけでただ話を聞いただけで。そうかとつぶやいて。 彼は上半身を起こした。俺は臆病者だ。世間には着物座った名人上手よりも、俺あの百姓たちのような、着の小さい臆病な人間の方が多いだろう。とすれば、そうだとすれば、とつぶやいて彼は微笑し、とすれば、という言葉を、これでもう三度も口にした。 と自分を非難し、口を開いて声を出さずに笑った。その手だ、と彼は笑い病んでつぶやいた。俺の臆病者は隠れもない事実だからな。今さら人の評判を気にする必要はない。よし、この手で行こう。双子六兵衛は立ち上がり、両のを肩に傘をかぶって、 松林から出て行った。二頭高賢はもうそこを通り過ぎていたが大きな編み傘と際立ってたくましい後ろ姿は六兵衛の目にすぐそれと判別することができた六兵衛は急ぎ足に追ってゆき二十軒ばかり手前で足を緩めた「よしよしそんなふうに威張ってろ」と六兵衛は 弓剣の後ろ姿に向かってつぶやいた。威張っているのも今のうちだからな。今に見ているよ。稲田に挟まれた道の右側に小高く丸い束のようなものがあり、そこだけ一塊に松林が日陰を作っていいその日陰に小さな駕けじゃやがあった。あのお茶店へ入るな。トロクベは思った。 賢はその茶店へ入り傘を脱ぎ魚のうを置いて腰掛けにかけて汗を拭った六兵衛はそれを見定めてから実験ほどこっちで立ち止まり大きな声で叫び立てた「人殺し!」と彼は叫んだ「その男は人殺しだぞ越前福井で人を斬り殺して逃げてきたんだ」 いつまで人を殺すかわからない危ねえぞ六兵衛は三度も続けて同じことを叫んだ。小説としてはここが厄介なことになる。その叫びを聞いて光景が立ち上がるのと同時に茶店の裏から腰の曲がった老婆と四十らみの女房が飛び出し、小高く丸五日のような のほうへ逃げてゆくのが見えた「黙れ!」と高賢がわめき返した「俺には俺の意志があって可能を切った」「俺は逃げも隠れもしない」「北国街道を取って江戸へ行く」と言い残した「うってのかかるのは承知の上だ」「貴様がうってならかかってこい」「勝負だ」六兵衛は後じさりしながら。 どなった。そう,うまくはいかない。勝負だなんて。切り合いをすればそっちが勝つに決まってるさ。私は私のやり方でやる。この、人殺し。卑怯者。と孔賢はわめき返した。それでも貴様は打ってか。勝負をしろ。孔賢は大股にこっちへ歩いてき。 六兵衛は素早く後ろへ逃げた。逃げながら「人殺し!」と叫んだ。その男は人殺しである。「そばへ寄るな。いつまた人を殺すかもしれない。危ないぞ」と繰り返し叫び立てた。道には往来の旅人やところのものらしい男女がちらほら見えたが六兵衛の叫びを聞き後見の抜きんでた たくましい容姿を見ると北から来た者は北へ南から来た者は南へと皆恐ろしそうに逃げ戻っていった高賢は「勝負をしろ」と言って近づいてき六兵衛は「人殺<嵐>し!」と叫びながら後じさりをした「ひきょう者」と高賢は顔を赤くしながらわめきかけた。 貴様、それでも侍か。貴様、それでも福井藩のうってか。私はこれでも侍だ。と、逃げ腰のまま六兵衛が言った。上位打ちの少々をもって、お前を追ってきた売ってだ。だが卑怯者ではない。家中では臆病者と言われている。私は自分でもそうだと思っているんだ。卑怯と臆病とはまるで違う。俺は、 うってを買って出たし、その役目は必ず果たす覚悟でいるんだ。では、どうして勝負をしない俺が勝負をしようというのになぜ逃げるんだ勝負はするさ。と六兵衛は答えた。ただし、私のやり方でだ。孔剣はじっと六兵衛の顔を見守った。何が彼のやり方か。 とといううことを見極めようとしているらしい。ロクベイは藩を見せて笑ったそれは人がいきなり恐怖に襲われた場合叫び出す前に笑うような笑いではない笑い方であった現に彼は笑うどころではなく全身で震え額や脇の下に冷や汗をかいていた「必ず役目を果たすって」。 おかしなやつだ。と、孔賢は言った。いいだろう。俺は断じて逃げも隠れもしない。油断を見澄まして、寝首をかくつもりかもしれないが、そんなことでこの俺を撃てると思ったら大間違いだぞ。さあ、どうかな。と言って六兵衛は、また歯を見せた。それはわからないぞ、二刀孔賢。 それだけはわからないぞ。孔賢は眉をしかめ、片手を振って茶店の方へ戻った。双子六兵衛は後からついて行き、実験ほど手前で立ち止まり、孔賢の様子を見守っていた。孔賢は怒鳴っていた。酒を持って来いというのである。けれども、さっきの腰の曲がった老婆と、 その娘らしい四十絡みの女房とは茶店の裏から逃げ出していった貢献がいくらどなっても彼女たちが戻ってくる公算はない続めて言えば二頭貢献は一杯の渋茶もすすれないのであるそれ見ろとこっちで六兵衛がつぶやいたいくらわめき叫んでも人はギアしない お前は人殺しだからな。これからずっとそれがついて回るんだ。くたびれるぞ。茶店の女たちはついに戻らず、高賢はやむなく、一杯のしぶ茶もすすらずに、その店を出て行った。その日、二頭高賢は、高岡というところで宿を取った。ここも天領で、松平淡路守。 十万石の所領に属する。六兵衛は後をつけてゆき高賢が宿へ入るなり表の道から「人殺し」と叫んだ「その侍は人殺しだぞ!」と彼は高賢を指さしながら声いっぱいに叫び立てた「気に入らないことがあるとすぐに人を殺す。 剣術と槍の名人だから誰にも止めることができない。そいつは人殺しだ。危ないぞ。すすぎのたらいを持ってきた小女が、たらいをひっくり返して逃げ、店にいた番頭一人を残して、他の男や女の雇い人たちは皆、恐る恐る奥の方へ姿を消した。人殺しだ。とろくべえはこっちから。 貢献を指さしながら叫んだ。その侍は人殺しだ。危ないから近寄るな。危ないぞ。高岡はさして大きくはないが、安価な町であり、夕刻のことで往来する男女も多かった。それらが六兵衛の声を聞くなり、みんな自分たちの来た方へ後戻りをするか、急ぎ足で恐ろしそうに通り過ぎていた。 卑怯者と言って、貢献が表へ飛び出してきた。そんな汚い手で、俺を困らせようというのか。女の腐ったような、卑怯未練な手を使って、貴様、それで恥ずかしくはないのか。ちっとも。と言って六兵衛は、ゆらりと片手を振った。あなたには、剣術と槍という武器がある。 私には武芸の才能はない。だから私は、私なりにやるよりしようがないでしょう。あなたの武芸の強さだけが、この世の中で幅を利かす。どこでも威張って通れる。と思ったら、それこそあなたの言ったように大間違いですよ。わかるでしょう。ちょっと待て。と孔賢が言った。すると貴様、 これからもずっとこんなことをするつもりか。六兵衛はうなずいた。いかにもさようというふうに双子六兵衛は大きくうなずいた。そんなことは続かないぞと高賢は同情するように言った。町人や百姓どもなら貴様の言葉におびえ上がるかもしれない。だが侍は違う。 侍には侍の道徳がある。貴様の卑怯なやり方に加勢する者ばかりはいないぞ。試してみよう。と六兵衛は逃げ腰になったままで答えた。いざとなれば、上位打ちの少子を出してみせるからね。それに侍だってその武芸の達人ばかりはないでしょう。大抵は私のように臆病な。 殺生沙汰の嫌いなものが多いと思う。私はそういう人たちを味方にするつもりなんだ。光景は顔を赤黒く土調させ、拳を上げて、卑怯者、臆病者、<あ>侍の風邪にもおけん見れんの、などと罵った。あんまり語彙は多くないと見え、同じ言葉を繰り返し怒鳴り続けた。 六兵衛は用心深く後じさりしながら、人殺し、お前は人殺しだ。皆さん、この男は人殺しですよとわめき立てた。道には往来の者のが多く、六兵衛の声を聞くなり、それぞれが元来来た方へ駆け出していった。彼らの足音が舞い上がる土ぼこりで、道の上下はしばらく、 灰色のもやに覆われたようであった。卑怯者と孔剣が刀の塚に手をかけて怒鳴った。貴様が撃ってなら勝負しろ。勝負と言っても、こっちに勝ち身のないことはわかってる。六兵衛はまた後じ去った。私は、私の流儀でやるつもりだ。貴様、それでも武士か。 どう思う思とそっちの勝手だ。私は私のやり方で役目を果たすよ。見下げ果てたやつだ。光茂は道の上へ唾を吐いた。福井には貴様のような卑怯者しかいないと見えるな。人殺しよりはましだろう。とにかく油断は禁物だということを覚えておくんだね。光茂は追いかけようとしたが、それより先に六兵衛が逃げ出した。 その動作の貧俗なことと、逃げ足の速いことは、驚くばかりであり、孔賢はすぐに追いかけるのを諦めた。そうだ、思い出した。孔賢は呟いた。あいつは確か双をなんとかいう、福井家中に隠れもない臆病者だ。あんな男を売ってによこすなんて、福井の人間どもはどういうつもりだろう。 どういうつもりもないつ売手を願い出たのは彼だけだったということを読者はすでにご存じのはずであるそしてこれは深い企みや計画されたことではなくあの丘の松林の中で聞いた二人の百姓の話から思いついた方法であり双子六兵衛にとってそのほかに手段はないのであった。 孔賢が掛茶屋へ入れば、六兵衛は道の上から、人殺しと叫ぶ。その男は福井で、人を殺してきた。いつまた人を殺すかもしれない。その男のそばへは近寄らない方がいい。その男は人殺しだ。用心をしろとわめき立てる。まず茶店にいた客たちが銭を置いて逃げ出し、 次に茶店の者たちが逃げ出し光賢は一杯の渋茶にもありつけず六兵衛に悪行・憎言を浴びせながら茶店を出てゆくという結果になるのであった宿屋でも同様で光賢が店へ入ろうとすると同じことを叫ぶ大抵の店の者に断られるが強引に泊まり込む時もある。 そうすると彼もその宿に泊まって、あくる朝のことを頼む。あの侍が出発するときは、起こしてくれと頼み、一晩中、こちらから怒鳴り立てる。十番に泊まってる侍は人殺しですよ。とある夜は叫び続ける。あの侍は人殺しです。いつ何をしでかすかわかりません。皆さん、気をつけてください。 あの侍に近寄ると危ないですよ。光景が飛び出してくると、六兵衛は素早く逃げ、逃げながらも叫び続ける。そらあの通り、あいつは人殺しです。見境もなく人を殺す男です。皆さん、用心してください。すると、道を行く人たちは逃げ、店屋は慌てて、応答を締めるのであった。 後見も手をつかねていたわけではなく物陰や藪や,や雑木林に隠れて六兵衛の不意を襲おうと幾度か試みたけれど一度も成功しなかった臆病者の六兵衛はあくまで慎重であり用心深くほとんど捕まえたと思った時でも光犬の手を巧みにすり抜けて逃げたまるで素人が うなぎをつかみでもするように、するすると孔賢の手をすり抜け、風のように素早く逃げてしまうのである。ある宿屋では、逃げ出した老人がびっこを引きながら、自分の右足の膝には軟骨が出ていて、医者にかかってもよく治らない。だからよく走れないのだが、どうか切らないでもらいたいと、泣き泣き愛想しながら、よたよたとよろめいていた。 といいう悲しい景色もあった。そして高岡というところへ来た時意外なことが起こった高岡は富山松平家十万石の所領であり城下町の富山よりも落ち着いた静かな風格のある町だった高賢は本通りの松葉や一兵衛という宿に泊まり六兵衛もよく見定めてから 同じ宿でわらじを脱い、特に帳場の脇のあんどん部屋に入れてもらったそれから例によって夕食を運んできた女中に光賢のことを聞くと「2階の梅にいること今風呂から上がって酒を飲んでいること向こうでも六兵衛を気にしていること」などを詳しく話したそこで彼は女中に心付けを弾み その侍は大悪人であり自分は売ってとして追っているものだもしかすると隙を見て逃げ出すかもしれないからよく見張っていてくれと頼んだ女中は承知をしどんなことがあっても見逃しはしないと力んでうなずいた夕食のあと六兵衛はざっと湯を浴び汗臭い着物に ほこりだらけの袴やキャハンをつけて、半時ばかり横になって眠った。長くは寝ていられない。あいつを休ませるばかりだからな。俺の勝ちみは、あいつをヘトヘトにさせることだけなんだぞ。眠りながらそんなことを思っていると、誰かに呼び起こされた。六兵衛はびっくりして飛び起き。どうした かかあったのかと聞いた。のとい「さっきの女中が何か知らせに来たものと直感したのであるがそうではなくて十七八と見える美しい娘が彼を見下ろして立っているのであった娘はほっそりした小柄な体で面長な,な顔に目鼻立ちのはっきりした六兵衛にとって生まれて初めて見るような 美ししいい姿をしていた。けれども娘の表情は怒った時の妹の兼のそれとよく似てい,い彼には美人だなという感想よりもこの娘は怒っているなという感じの方が先に来た「まあ呆れた」。娘は暗鈍の日を明るくし六兵衛の様子を吟味するように見ていた。 あなたはいつもそんな格好で寝るんですかそんなことはない。六兵衛は首を振った。人間誰だっていつもこんな格好で寝るわけにはいかないでしょう。それともあなたはできますか私は女中の桜らから事情を聞きました。娘は彼の言葉など聞き流して言った。あなたは うちの二階にいるお客を闇討ちにしようとしているそうですね。六兵衛はちょっと考えてから反問した。それはどういうことですか聞いてるのは私の方です。私は闇討ちをしようなんて考えたこともありませんよ。その学校で、と娘は六兵衛の着ているものを指さした。女中に金を握らせて、 二階にいる客を見張らせるなんて、それが正しいお侍のなさることでしょうか。これには死災があるんです。娘は座って、膝へきちんと両手を置いた。伺いましょう、と娘は言った。あたしは、おようと言って十七歳ですが、両親に亡くなられたあと三年も、この宿の女主としてやってきました。 その間に、いろいろなことも経験し、男女のお客も見てきています。話すことが真実か、でたらめなこしらえごとかどうかぐらい、見分け、聞き分ける力は持っているんですから。妹の金と同じだな。六兵衛はそう思い、額の汗を手の甲で拭った。すると、妹の。兄さんが臆病者だから。 自分はこのという思い詰めた言葉と真剣な顔つきが思い浮かびその外装にけしかけられるかのように六兵衛は大きくあぐらをかいて座り直した「よろしい」と彼は言った「これから私の話すことがあなたにとってどう判断されるかわからない」。 だが私は、そんなことを抜きにして、正直に自分の立場を話す。そして彼は語った。多分、こんな17歳の小娘などには、理解してもらえないだろうと思いながら、これまでの行くたてを詳しく語った。彼にとっては、思いがけないことだが、娘は話をよく理解してくれた。彼女は涙ぐみ、 呼びに来た女中や番頭を追い返して、熱心に聞き、六兵衛がうってに願い出たところでは、目頭を抑えて涙をこぼしさえした。さあ、行ってください。話し終わってから六兵衛が娘を見た。これで話は全部です。あなたはこの話を信じますか信じませんか私が悪うございました。 と言って娘は結び上げた。勘弁してください。ふたぐったりして申し訳ありませんけれど、その代わり私もお手伝いをさせていただきますわ。ロクベは不思議そうに娘の顔を見、娘のおようは彼の方へ膝ですり寄った。おようは満頭に。 あとのことを一切任せ、旅自宅で六兵衛と一緒に高岡を建った。土地では古い宿と見え、旅に行ってもすぐ手に入ったし、旅費の金もたっぷり用意したらしい。そんなことよりも、お手伝いというのがさらに現実的であり、大きな成果を上げた。これまでは六兵衛一人で追い詰めてきたのだが、 高岡からはおようという交代者ができたのだすなわち六兵衛が休んだり眠ったりしている時おようが代わって人殺しと叫び立てるのであるその人は人殺しですと彼女は後見を指さして叫ぶ越前の福井で人を殺して逃げたんです いつまた暴れ出して人を殺すかもしれません。みなさん、用心してください。そうして十分に休息し、眠りたいだけ眠った六兵衛がおように変わるという仕組みであった。これは後見にとって大打撃であった。彼は掛け茶屋にもよれず、宿屋でゆっくり眠ることもできなかった。人殺しという叫びを聞くと、 茶店の者は逃げてしまうし、宿屋でも相手にしない。客が満員だからとか、食事の給仕をする者もろくにない。泊まり客たちが逃げ出すのは言うまでもないし、宿の者や雇い人たちも近寄ろうとしないのであった。こちらの二人は悠々としていた。私、本当のことを言うわ。 おようは娘らしい品を作りながら言った。あたしの本当の名はおとらっていうんです。兄が一人、姉が一人、小さいときに死んだものですから、この子は丈夫に育つようにってつけたんですって。よくある話ですよ。だって嫌だわ、おとらだなんて。おようは花柱にしわを寄せた。 ですから私自分で名を選びましたの初めにつけたのがおゆみそれも気に入らなくて次は花それから関去年まではさよって言ってましたのそしておようさんですか昔のお友達に同じ名のしとやかでおとなしい人がいたんですしとやかでおとなしいとね嫌だわおようは 赤くなった。そういうお友達がいたって言っただけですのよ。その他もろもろのことで、二人の話は次第に柔らかく、親密になっていったが、六兵衛がそんなことで、役目を忘れたなどとは思わないでいただきたい。現に富山城下へ着いた時のことだが、高賢が宿屋へ入ろうとするのを見て、 当番だった六兵衛が例の通りはめきだし宿の前は怖いもの見たさの群衆が遠巻きに集まってきたすると待ち方よりきと見える中年の侍が同心らしい二人の男を連れて現れ六兵衛の前に立ちはだかった「ここは松平淡路の神様十万石のご城下である。 とそのの中年の侍が言ったかような時刻に町中で人殺しなどと叫び立って往来の者を脅し騒ぎを起こすとは不届きなやつだ役所まで同行しろ越前の言葉も鉛がひどいだがとや越前の言葉も鉛がひどいだが富山の言葉はもっと鉛がひどいので 正確なところは解釈しにくかったけれども、大体な意味だけは推察することができた。そこで六兵衛は、事情のあらましを語り、上位打ち主衣装を出して、その中年の侍に読ませた。これはこれは。と、その中年の侍は、読み終わって風へ入れてから、参拝して、主衣装を彼に返し、 これは誠にごぶれと急に態度を改めたかような思想があるとは少しも知らず失礼をつかまつったその中年の侍は古風な育ちと見え道に転がっている石ころのように古臭い決まり文句で長々と詫び言を並べ自分の思い違いを悔やんだ六兵衛には その半分もわからずこの男は正真正銘の田舎侍だななどと思いながら聞いていた「かように司祭が分かった以上」と中年の侍は続けた「我が藩としても教師傍観はできません」すぐさま奉行所の人数を繰り出してこの宿の見張りをさせましょうあなたはゆっくり休息してください その武芸者に何かあったら即刻お知らせをします。宿はこの向こうの田川がいいでしょう。宿賃の心配は無用。他に何か希望があったら、それも聞いておきましょうと、念の言った親切ぶりを見せた。あなたに伺いたいことがあるんだけれど。と、田川屋へ泊まってからお用が行った。 こんなこと伺うのは失礼かしら。宿帳にはこれまで通り兄弟と書いたので、二人は八畳の座敷にヤグを並べて寝ていた。聞いてみなければわからないな」とロックベイは答えた。もっとも何を聞かれるかおよそ見当がつくけれどね。あら本当。おようはマクラの上で。 頭をこっちに向け、つぶらな目を見張った。そんなら何を聞くと思ってうん。と彼は曖昧な声を出し、それからため息をついていった。たぶん私には、上一ができないだろう、ということじゃないかな。そのことなら心配はしていません。今度は、六兵衛が振り向いた。 ええ、そうよ。と、おようは、彼に微笑して見せた。女が心から信頼する男にだけしか見せないような、におやかな微笑であった。貢献って言うんですかあの人はもう、疲れきって身も心もくたくたになっています。今なら私にだって、やっつけられますわ。そうはいかない。武芸の名人ともなれば。 いざという場合になるとびっくりするように変わるものだ。びっくりするようにね。と言って六兵衛は深い吐息をついた。あいつを仕留めるにはまだ相当に日数がかかるよ。私が伺いたいのはそんなことではないんです。同様が言った。思い切って言いますけれど。 明日ない女だと思わないでください。彼は、そんなことは思わない、と答えた。肝心の話に入るまでの男女の問答は、およそ文切り型であるし、退屈至極なものと決まっているようだ。そこで、その部分をはしょって本題に入ることにしよう。あなたにはもう、奥様がいらっしゃるんですか とヨウが聞いた私にですかと六兵衛は驚いたように問い返した。私が隠れもない臆病者だということは初めての晩に話したはずです。そのため妹は二十一にもなるのに縁談もない。そんな人間のところへ来るような嫁がありますかでは、結婚なすったことは一度もないんですのね 六兵衛は黙って頷いた。でも、東洋は疑わしげに聞いた。お好きな方の二人や三人はいらっしゃるんでしょう。さてね。彼は恥ずかしそうに天井を見た。家中随一の臆病者と小さい自分から言われ同士でしたから、美しい娘を見ても急いで目をそらしたり逃げ出したり。 私にはこれまで好きな娘なんか一人もいませんでしたよ。随分馬鹿なご家中ね。何も武芸に強いばかりがお侍の資格ではないじゃありませんか。世間ではからかう人間が必要なんですよ。と六兵衛はまたため息をついた。誰にも真から悪気はないんだと思う。よそのことは知らないが。 どこでも一人ぐらいは臆病者と呼び、そう呼ばれても怒らないような人間が必要なんだと思います。それであんた、思わず、はしたない呼びかけをして、おようは赤くなった。どうしてもあの人、うつきなんですかさもなければ妹は、一生嫁に受けないんですからね。あなたのことはどうなんですか 私の何がですお嫁さんのことよ。と、洋が探るように聞いた。上位うちが守備よく行けば、あなたにもお嫁さんが来る人がたくさんあるんでしょう六兵衛は、ちょっとの間考え、それから枕の上でそっと首を振った。そうは思いませんね。と彼は、陰気な口ぶりで言った。 臆病者というのはこの私です。妹は嫁に受けるかもしれないが、臆病者と呼ばれてきたのはこの私です。一度ぐらい手柄を立てたところで、生来の臆病者の名が消えるわけじゃありませんよ。おうは考え込んだ。この宿のどこかで、にぎやかに生やしたり、歌ったりするのが聞こえ、床下でなく虫の声が聞こえた。 ねえ。としばらくして、おようがささやいた。もうお眠りになって。いや、目は覚めてます。ろくべいは具合悪そうに答えた。実は、女の人と同じ部屋で寝るのは初めてのことだし、私は寝相が悪いので、それが心配で目がさえてしまったらしい。けれども、 もう少し辛抱すれば眠れるでしょう。ねえ、と、家計ヤグで口を隠しながら、おようがささやき声で言った。私を、お国へ連れてってくださらないかしら。だって、と彼はどもった。だってあなたは、松葉屋の娘主という、大切な責任を背負ってるんでしょう。 あれは、番頭の吉七と、女中頭のお甲に任せてきました。あの二人にはもう子供もあるんです。私にはよくわからないが。詳しいことは後で話しますわ。と言っておようは、こびた微笑を浮かべた。今は私を、お国へ連れてってくださるかどうかが伺いたいんです。六兵衛は、唾を飲んだ。 いいですとも。あなたがそう望むなら、もちろんいいですよ。証拠を見せてくださるどうすればいいんですかあなたは、じっとしていればいいのと言っておようは起き上がり、安灯の火を吹き消した。孔剣、二刀五郎太夫は、聖魂が突き果てた。 宿へ着けば、人殺しという叫び声で客は出て行ってしまうし、宿の者も逃げ出してしまう。富山松平藩から通報でもあったらしく、至るところに万氏が見張っているし、街道の掛け茶屋さえ例外ではなく、空腹に耐えかねて、店の品をつまみ食いすれば、代価を置いて行くのに、泥棒とか、 食い逃げなどとわめきたてられた。しかも、はじめは売ってが一人だったのに、今は娘が加わって二人になった。片方がのびのび寝ているとき、片方が起きていて、人殺しと叫び続ける。その声を聞くと、そこまで食前を運んできた宿の女中が、その食前を持ったまま逃げてしまうのであった。越中富山から、 小山峠を越えて道は信濃へ入る中には天竜川を下って東海道の見つけへ行く者も,もあるが大抵は中山道を選ぶのが常識だったらしい二頭高賢は後者の道を選んだのであるが諏訪湖へかかる前に骨の髄からうんざりし飽き果ててしまった名の知れない高山が 遠く左にも右にも見え周りは一面の稲田であったその道端のひとところに松林で囲まれた三尺ばかり高い大地がある高見はそこへ上がって行き大きな編み傘を脱ぎ旅能を投げ合って大きな吐息をついた街道の彼方には旅行の男女が2人 言うまでもないだろうが、双子六兵衛とようの歩いてくる姿が見えた。もうたくさんだ。と航券はつぶやいた。もうこの辺が決着をつける時だ。彼は頬がこけ、不眠と神経緊張のために目は充血し、唇は乾いて白くなっていた。それに反し。 街道を歩いてくる二人はみずみずしいほど世きにあふれていた「どういうことがあったのか筆者の私にはわからない」「六兵衛もそうだがおようの方は特にウキウキした様子で絶えず六兵衛に素早い流し目をくれたり何か言っては優しく肘に触ったりそっと柔らかくついたりした」 彼らはまるで本来の使命を忘れたかのように、その大地の前を通り過ぎようとした。そこで孔賢は立ち上がり、俺はここにいるぞと呼びかけた。二人は仰天した様子で、娘の方はすぐさま、人殺しと叫び出した。やめろ、それはもうたくさんだと言いながら、 孔賢は大地の端へ出てきた。そこの双子何がしとかいう男貴様俺を上位打ちに来た男だと言ったな。六兵衛は黙って頷いた。俺は初はめから逃げも隠れもしないと言ってある。と孔賢は続けた。貴様も侍なら、どうして勝負をしないんだ 今ここでもいいんだぞ。こんな茶番芝居みたいなようなことにはうんざりした。勝負をしろ。それはダメだ。六兵衛は唇を舐めてから答えた。私とお前さんでは勝負にならない。私の方でも初めから言ってやるはずだ。私は私のやり方で上位打ちをする他はないんだ。 貴様、それでも武士か。それは前にも聞いたよ。しかも恥ずかしくはないんだな。六兵衛は頭を左右に振り、ちっとも、と言った。私はもともと臆病者と定評のある人間なんだ。今更何と言われようと、恥ずかしがることはこれっぽっちもないさ。どこまでつけてくる気だ それはお前さん次第さ。と言って六兵衛は歯を見せた。お前さんが下手ばるまでは、どこへでもついて行くよ。論金は余るほどもらってあるからね。貴様、ダニのようなやつだ。人間じゃないぞ。服へ帰ったらそう言いましょう。と六兵衛は、逃げ腰で答えた。きっとみんな喜ぶに違いない。 勝負はしないのか。そちら次第です。念には及ばないでしょうがね。俺は嫌だ。飽き果ててうんざりして、生きているのさえ嫌になった。と言って貢献はそこへ座った。腹は減りっぱなしだし、眠れないし、寝ても覚めても人殺し人殺し。しかも尋常に勝負をしようとはしない。 こんな茶番狂言には飽き飽きした。俺はここで腹を切る。後剣は着物の襟を左右に広げ、脇差しを抜いた。ちょっと、六兵衛は片手を差し出した。それはちょっと待ってください。なんだと。そうそっちのお手盛りで片付けられては困ります。お手盛りとはなんだ お前さんの勝手にことを片付けられては困るということです。と六兵衛が言った。ここに私という追っ手がいるんですからな。だが、刀を抜いて勝負する気はない。そうだろう。それが私の罪ですか。とでもいうふうに六兵衛は肩をすくめた。俺は謝った。後見は、 神戸を垂れ、心底後悔した人間のような調子で、しみじみと言った。俺も謝ったし、世間の考え方も謝ってる。俺の故郷は日立の財で、何代も前から和尚寺という寺の住職をしてきた。だが俺はそんな田舎寺で一生終わる気にはなれなかった。 都へ出て人にも知られ、あっぱれ古今に稀なる人物と、世間からもてはやされるような人間になりたかった。日立はもともと武芸の盛んな国だし、名人上手といわれる武芸者を多く出している。名を挙げるには、武芸に限ると考え、自分もその道で天下に名を売ろうと思い、 数え切れないほど達人、名人と言われる人の教授を受けた。だがそれらはみんな間違ってた。と後見は言い続けた。武芸というものは負けない修行だ。強い相手に勝ち抜くことだ。強く、強く。どんな相手をも打ち負かすための修行であり。俺はそれを学び、 ほとんどその技を身につけた。越前行に見出されたのも、その俺の武芸の非凡さを変われたからだ。けれども、今度のことで俺は知った。強い者に勝つのが武芸者ではない、ということまあまあ、と六兵衛が言った。そんな風にいきなり思い詰めないでください。 いきなりだと。孔賢は、ぜ然と生きり立ったが、すぐにまた神を垂れた。そして垂れたままで、その頭を左右にゆっくり振った。いや、これはいきなりとか、その場の思いつきとかいうもんじゃない。そんな軽薄なものではない。俺は今度初めて知ったのだが。 強いということには限度があるし強さというものにはそれを打ち砕く方が必ずある古来から標法者武芸者は皆強くなること強い相手に打ち勝つことを目標に学びそれが最高の修行だと信じてるしかしそれは間違いだそこでまた貢献はゆらりと神戸を左右に振って くどいようだがそれが誤りであり、間違いだということを今度初めて知った。あなたはそれをもうくたびも言い続けてますよ。何百遍でも言い続けたいくらいだ。孔賢は抜いた脇差しのギラギラする刀身を見つめながら、あたかも自分を叱るように言った。強い者には勝つ法がある。 名人上手と言われる武芸者は皆そうだった。宮本武蔵などという人物もそんな風だったらしい。だが違う。強い者に勝つ方は必ずある。そういう工夫はいくらでもあるが、それは武芸の一面だけであって全部ではない。それだけでは弱い者、臆病者に勝つことはできないんだ。 六兵衛は恥ずかしそうに、横目でちらっとお用を見た。どんなに剣道の名人でも、と貢献は続けていった。お前のようなやり方にかなう方、それを打ち砕くすべはないだろう。俺は諦めた。もうたくさんだ。俺はここで腹を切る。だから貴様は、 俺の首を持って越前へ帰れ。それは、と六兵衛が聞いた。それは、本気ですか光健は、抜いた脇差しへ、懐紙を出して巻きつけた。六兵衛は、慌ててそっちへ行き、大地の下のところで立ち止まった。ちょっと待ってくださいちょっとと六兵衛は言った。 あなたは本当にそこで自害なさるつもりですかそうだ。と、孔賢が答えて言った。それとも、お前が俺と勝負をするかだ。六兵衛は首を振り、手を振った。そうだろう。孔賢はうなずいた。そうだとすれば俺はもう、滑覆する他に手はない。 お前たちが交代でどこまでもついてきて、暇なく人殺し、人殺しと叫ばれ、飯もろくさま食えないような旅を続けるより、思い切って自害する方がよっぽど安楽だからな。ちょっと待ってください。と言って六兵衛は、お用を振り返り、それからまた、ちょっと待ってください。と後見にい、 あごへ手をやって首をひねり、また首の後ろをかいたりした。では、こうしましょう。と、六衛は、商談を持ちかけでもするような口ぶりで言った。この気候では、越前まで首を持って行っても腐ってしまう。とすれば、首を持って行ってもしょうがないし、だからといって何にも持って帰らないわけにもいかない。そこで相談なんだが、 生きたまま連れ帰ろうというのか。六兵衛は首を振った。そうじゃない。怒られると困るんだが、お前さんの元取りを切ってもらいたいんだ。元取りとはと言って後見は自分の頭を押さえた。これのことか。その通り。と六兵衛は頷いた。 元取りを切られるということは、侍にとって最も大きな屈辱だとされている。少なくとも、我が藩では、古い昔からそう言われてきたし、私もそう言い聞かされてきたものだ。だから、どうしろと言うんだ。すまないが、と六兵衛が言った。その元取りを切ってくれ。それを、首の代わりに持って帰る。 元鳥が首の代わりになるのか。生首は腐るからな。と六兵衛が言った。それに私は人を殺したり自害するのを見たりするのは好かないんだ。返事録をまたここで引用するが、双子六兵衛は上位打ちを守備よく果たし、おまけに嫁まで連れてきたし、 その高い評判によって彼の妹の彼女も中野中郎の息子大八郎とめでたく婚姻の運びになったとある筆者である私としてはこれ以上もはや何も付け加えることはないと思う